はい。スタートいたしました。裏割りついて議論する裏木チャンネルです。今回はゲストに高根来ていただきました。今日はお忙しい中ありがとうございます。高根の、ま、自己紹介からお願いいたします。はい、はい。J リーグ開幕半年前の1992年からずっと裏は一筋え追いかけております。裏フットボール通信の河合孝子です。よろしくお願いします。で、今回なんですけども、 お題としましては、柏木洋介選手、杉本健佑選手の規律違反の件について、高根にちょっとお話を聞きたいなということで来ていただきました。はい、まず、こちらのニュースの内容なんですけれども、今日が収録が2021年2月11日ですが、昨日2月10日、レッ列から発表がありました。内容としましては、柏木選手と杉本選手の規律違反行為。どういう内容かというと、沖縄キャンプ中の2月4日の16時から18時に、飲食店で2人の選手が外食に行ったと。 で、こちらは、そのチームの規律を違反というところで、あの、発表になりました。で、具体的には、杉本健佑選手は、厳重注意と罰金。で、柏木選手に関して言うと、厳重注意と罰金に加えて、繰り返しとチーム規律違反があったということで、現状トレーニングさんにしては、まだ参加できていない。現状未定という感じになっております。この時期にね、ショッキングなニュースだと思うんですけども、まずは、高め、どうでしたこのニュースを。 聞いてて番最初に思ったことなどを教えてくださいいや、もうほんと正直言って、浦和レッズの公式ホームページを見たときに、えって、なんかそれでもまだ信じられなくって、いや、嘘でしょっていう驚きと、こんな チームが大事な沖縄キャンプやってる時に、一体何やってんのっていう怒りと、それからですね、私ね、今シーズン初めてレッツの練習を公開になった時に、裏木チャンネルでも、いやー、今シーズンの柏木洋介いいよっていうような感じで言ったと思うんですよ。はい、もうどれだけ今シーズン期待をしてたか。いや、本当にいいね、形で、いい状態で、で、しかも、 リカルド監督のもと、杉本健優選手も、柏木選手も、頑張ってやっていけるんじゃないかなっていうふうに、すっごいお期待をしていただけに、なんかこう、期待を裏切られたっていうかで、ね、皆さんにいいよっていうふうに、言ったことに対しての責任もうそういうなんか、失望感なんか二人に裏切られてしまった っていう、なんかそういういろんなことがこう、もうなんか重なってきて、なんか最終的にはものすごい怒りとともに悲しくなりましたね。っていうか正直言って、こう、柏木選手とか杉本選手の今シーズンの活躍を期待して、二人のユニフォームを買った人とかもいると思うんですよ。今年は頑張れよ、応援してるよとかっていう、そういう人たちの気持ちを裏切った っていう風に思ってしまったところが正直あってそれでこんなことを言わなきゃいけない自分がすごく情けないし悲しいし何とも言えない複雑な怒りだけじゃないですねそういう思いがあります正直なところなんか本当に皆さんに申し訳ないな っっていいいいう思いがいっぱいです今、裏切ったっていうかさ、そのユニフォーム買った人とかいるけどさ、裏側がクラウドファンディングやったじゃないですか。まあ、この話もやったけどさ。はい、<laughs> 去年ですね、2020年。8000人ぐらいからさ、1億2000万集めてさ、でもこの1億2000万ってさ、多分2人の給料分ぐらいでしょそれだね、本当にね。ん <laughs> こんなことになっちゃってね。もうね、何やってんのって言いたいですよ。裏切りのコメントもこの件に関して、 本当に400件ぐらいついてるんですよ。割となんかもう、怒りじゃなくてもう冷めたとか応援やめきなくなったみたいな人も多いからね。うん、その辺のダメージも考えたら、単純な切り違反どころじゃないよね、これ。だ、なぜね。 そうやって、こう、ホテルの中でね、もう、はっきり言って、こう、外出は禁止、外食もできない。ね、近くのコンビニにちょっとなんか、足りないものをね、買いに行くっていう程度ですよ。そのぐらいでも、うん、コロナのことに関して、みんな神経質になりながら、感染したらいけない。もし自分が無症状で、こう、誰かに移したらいけないとか、そういう思いをしながらね、キャンプを。 乗り切ってきてるわけですよ。で、しかも、開幕に向けての大事な時ですよ。その大事な時に、なぜ、どうしてっていう思いですよね。もう、わかるよ。息が詰まってしまうような、そういう気持ち。ちょっと、こう、リフレッシュしたい。でも、違うよねっていう、そういう規律を破ってまで行かなきゃいけないことなのっていう、そこですよね。だって、ジリーを取材する側も結構、規律大変なんでしょ 大変ですよ。記者さんたちもね、ちゃんと PCR 検査をして、はい、陰性証明を取って、それで行ったりと、はい、こんと。 本当にマスクなしで会話したい、しっかり取材したい、みんなと一緒に大きな声出して、埼玉スタジアムでみんなのあの熱いエールを聞きたい、そのためにはじゃあどういう行動を一人一人が取ったらいいんだろうとかって、やっぱ思うわけですよ。そういう中でいくらね、こうコロナでこと気遣って外食しましたって言ったって、それはちょっと別問題です。ね。 チームがダメだって言ってることなんです。外出は禁止です。外食もできません。その上で、しっかりみんなで一致団結して、沖縄キャンプで、ね、戦えるチーム作りをしていこうねって言ってる中で、なんで二人は出てった。そう、ほん 本当にそこです。ただ、本人たちもものすごく反省はしてると思います。はい。ことの重大だに、今更だから気がついたんじゃないかなっていう思いはあります。今の過去の事例というところで、規律違反。まあ、交通事故とかは別としまして、規律違反ですと、2011年ぐらいまで戻らないとなくて、で、2011年ですと原口選手が岡本選手をまあトレーニング中に蹴ってしまって、左肩関節脱臼というふうに、その、 結果、一週間の禁止。ですけども、まあ、ここに書いてある通り、当時、原口選手19歳っていう、まだまだ若い。<laughs> で、柏木選手ですと、現代、今年で34歳。で、ケン選手は、今年29歳。なので、まあ、チーム内の立場、あと、ま、年俸も含めて、全然違うんじゃないかなとは思います。とうん。っていう感じです。で、最後です。 そういう中で、今後の2人に期待することを高値お願いいたします。あのサッカーってね。ミスした跡が大事っていうことを。私はサッカーを通じて教わったっていうか。 教えられたっていうか、こう、ミスをした後に、じゃあ人間どういう行動をするのかって、これってサッカーのピッチだけじゃなくって、ね、社会生活している中でも、本当に失敗したりとか、ああ悪いことしたとか、ここはちょっと反省しなきゃいけなかったなっていうようなことが、いろいろ生活していく中であるわけじゃないですか。その あと、じゃあ、ミスした後に自分がどういう行動を取るかだと思うんです。で、原口元気選手の場合、あの時は、えっ、ー、と、検疫と一週間の謹慎処分、それから反省文かなんか書いて提出したんじゃなかったかなぁ。で、原口選手もあの時すっごい反省してたし、その後、 じゃあ、原口選手がどういう行動を取ったかっていうことを皆さんも思い出してほしいし、今だって世界で活躍する選手になったじゃないですか。で確かにね、杉本健優選手も、あの、柏木洋介選手も年齢は上です。上、上ですけれども、でも今後、どういう行動を取って、どういう、 ううにやっってていくかとところが大事だと思うんですよずいぶん昔の話になるんですけれども、森隆二さんが、あの、サッカー選手である前に、一社会人であれっていう言葉を残してくださったんです。これもすっごい大事な言葉で、当時森さんが、サッカーがいくら上手くても、社会的な 常識がなければ人としてダメなんだよ。それはピッチの中でも現れる。あの審判にね、文句ばっかり言ってたりとか、こう途中で諦めてしまったりとか、そういうのがすべてピッチの中で行動として出てしまうっていう。だからね、サッカー選手である前に一社会人であれっていう。これをね、大事にしていただきたいなっていう。うん、で、ミスした後、じゃあこの二人がものすごい今反省してると思うんです。だその後に、 どういう行動を取るのか。クラブに対して、チームメイトに対して、そして自分たちを応援してくださっている、裏を愛する皆さんに対して、じゃあどういうふうに二人が今後行動を取っていくのか。それを皆さんがしっかりと見届けていただきたいなって。もういいよ、もういいよっていうふうになってしまう人たちもいるかもしれない。高値、ね、甘いよっていうふうに言う人いるかもしれない。それでもね、でもね、そこは 今後の二人がどういう風になっていくのか、どういう行動をとっていくのかっていうのを一緒に見続けてほしいと思います。ぜひとも今後もよろしくお願いします。本当に皆さん申し訳ありませんでした。<laughs> なんか悲しくなってきちゃった。<laughs> はい、ねはい。高値の熱い思いが伝わりました。ぜひこちらが柏木選手、杉本選手届けばと思います。 ピッチで結果出すだけじゃダメですよ。他にもいろんなこと、すべてにおいて、もう失敗は繰り返さない。そして、それから大きな選手に、サッカー選手である前に一社会人として活躍をしてほしい。 っていう風に願ってます。ぜひとも皆さん一緒に見届けてください。よろしくお願いします。チャンネル登録のお願いをしております。あの、ゆうらぎチャンネル今年も試合後のレビューライブだったり、日々のニュースの解説だったり、あとは鈴木桁さんのも残りの動画だったり、岩立選手の残りの動画だったりを今後更新していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただけると大変嬉しいですし、あの、きっと通知が届いて嬉しいなと思います。 じゃあ、そんな感じで、うん、今日はどうも、高根ありがとうございました。<や>もっともっとなんか、いいニュースで、ね、<笑>,ね笑顔で皆さんとね、うん、話が、サッカーの話がしたいなっていうふうに思います。なんか、最初、元気だったのに、<ん>レオナルドいなくなるわ、橋岡いなくなるわ、ベテラン2人こんなじゃ、突然辛くなってきましたよね。でも、これをね、木にね、ほん 本当に心一つにして一緒に戦っていきましょう。ウラレポの宣伝はいいんですかあぜひとも皆さん、ウラレポよろしくお願いします。<laughs> 後ろもウラレポを背負っておりますんで、高根が大原の練習レポートだったりとかを。高根がちょっと明るくていいニュースをきっと拾ってくれると思いますんで、はい、ウラレポ登録お願いします。じゃあ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。すませんでした。